おはようございます。ベラカスが大量に出てくる夢から目が覚めました。シンプルに悪夢でございました。朝一寝起き人間です。おはようございます。ということで今回はですね、最近僕は剣盾の頃好評だった、まあ、皆さんのこういろんな育成論を紹介させてもらう、強かった弱かったショートみたいなやつの中でひときわ気になったカラナクシを使ってみようかなということで、カラナクシを持ってきてみました。一緒にトリドドンパーティーに入ってるけど決してネタではなく、はい、かなり真面目に採用してみたのでちゃんと戦えるといいなという気持ちです。では試合の方どうぞ。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。ゴースト3体、なんか今の環境ゴーストが強すぎて3体いても普通に見えるな。ちなみにこちらエスパー2体ということで、ゴーストの一環ヤバヤバパーティーですけど、あ、ゲンガーとかは比較的こうアンコールしてくれるタイミングが読みやすいので、先発カラナクシを出してもそこまでこう大きなリスクを抱えない印象があります。僕がふわっと想定していたプレベースヤドキングの並び、今回もう鬼ほど通ってないので別の並びを出さないといけないんですけど、トリトドンはいい感じじゃない。親子行くか、カラナクシトリトドン親子行こう。であと1、まあ、クレベースでもいいし、似た役割トロピウスが担えるのでどっちかだな。僕トロピウスいつも選出してるから今回クレベース見てみたいということでちょっと出してみるか。よろしくお願いします。トロピウスは水テラスタルを抜きってしまえば、あのセグレイブに対してもまあまあやれなくはないんですけど、セグレイブに対してはクレベースの方がさすがにより安定するかな。初手海竜、あー、まあ海竜によるけど、あれかな、普通に竜舞アンコールかな。さすがに初手カウンターとか押せる相手ではないので、あくびから入りましょうか。まあ今無限に海竜いますけど、ラムはそこまで多いわけではないはず。初手テラスマジなるほど、鉢巻きか。鉢巻きだったらここもったいなかったなとはなるな。フェアリーテラス、フェアリーテラスだとして初手に切るか。なぜそんなされたら嫌なことあった。炎の渦、よかった当たんなくて、ラッキーよかったキャッチされなくて。あ、でもこの渦海竜だったら厚底ブーツ履いてる可能性ありますね。ステルスロック効かない説はある。いや、この並びその海竜だいぶきついよ。まあ、ここ湧いてアンコールしたら寝ちゃうし、炎の渦できない状態になっちゃうので、まあ、ここ海竜は一回引きたいと思う。ステルをします。おお、寝てもよし。なるほど、まあ、実際暇になりましたね、まあ、正直誰でロックされても暇っちゃ暇だったんでいいんだけど。わー、ラムか。ラムでそれなのか。終わったアンコールだ。はい、渦あんこ、まああと2つの技によるかな。あ、まあ暇してるな、暇してる海竜ではある。もうこれあれですね、一生アンコールされ続けてカラナクシ倒れるまでだ。はい、でもよく考えたらなんだけど、ステルスロックを押したターンはミスですね。普通に炎の渦をされてステルスロックをして寝たとしても相手が起きるまでずっとこっち引けないので、普通にプレイとして良くなかった。反省しつつ次に生かしてまいりましょう。はい、ということでやっと炎の渦から解放されたので、まあ、ヘドロ爆弾持ってるトリトドンになるかな。クレベース引いたところでですからね。まあ、アンコールもトリトドンにはそこまで痛くないということで、ヘドロ爆弾打つ形になるかな。ハイドロポンプっていう手もあるんだけど、まあ、海竜に全力打点一回叩き込むこと考えた方がいいと思う。ということで、カラナクシと戦ってたらいつの間にかトリトドンになってたノマキ。はい、でも後ろへの通りがヘドロ爆弾悪すぎるけど、技構成によっては別にハイドロポンプ打ってても負けないけどね。
でも本当相手の技構成次第になっちゃうから、一回海竜引かせることに全力になってみようか。流星、うわー、ここ流星打てるの強いです。あ、というかめっちゃ入るやん、強っ。次の流星ギリって感じですね。すごいギリ。いやでも落ちるかも。お相手もどっちだろうなって思ってそうですね。まあ怪しいから一旦居座らなかった。まあ、お相手安定した引き先いくらでもありますからね。外しを考慮せずにハイドロポンプっていうのももちろんありでした。ただ外したら地獄でした。これメガネなのバレてるのでアンコールとか押してもらえないということで、カラナクシお役御免になっちゃうか。ゲンガー程度の火力だったらカラナクシ一発耐える可能性あるな。アンコール、あ、え、これはちょっとあれですね、順位対 is here かもしれない順位対が出てるかもしれない。あ、お相手の順位見てなかったけど、さすがにヘドロ爆弾で持ち物分かってますからねアンコールはもう押せない場面だったかと思いますね。急所、いやこれ耐えてたと思うよ、急所じゃなかったらもったいね。ここトリトドンはさすがにシャドボ圏内なんでクレベース行くんですけど、いやあれかもね、その道連れ暗行どうしようもない説ある。ただ雪なんだら一発は耐えてくるか。そっからなんかうまいこと読めになんないかな。いやなんないかもね。クレベース本気で11交換取ろうと思ったらお相手取れそうだな。でもあのカラナクシの体力減ってたのはステルスロックをしてしまったからだったので、いやー非常にミスだったかもしれませんね。もちろんステルスロックをしてなかったらステル負けてない状態だったので、それはそれでだったかもしれませんが、鬼火、まあいずれにせよたたり目展開か。これはたたり目耐えて雪なだれ、あ、というかそうか、シャドウを見てるわ、たたり目じゃないね。なあ、思ったより強い、もしくはクルベースが思ったよりやばい。すみません、今のライン僕です。もうこの体力2体しか残ってないから厳しいとは思うけど、最後まで頑張りますよ。まあ一応海竜の体力はやばいですね、ぼちぼち。ここ雪なだれしか押せないわ。羽休め、はい、羽休めだと分かってても雪なだれしか押せないです。やけどダメージで倒れるしかないですね、丸助潰して。はい、でラス1がロトムであることを祈る、あと流星が外れることを祈るんで細っ勝ち筋。あ、でもロトムの非戦出率はめちゃくちゃ高いと思うので、ロトムは結構いると思ってます。流星外しだったら全然あるかもな。っていうか本当に丸付け込みであんだけヘドロ爆弾入ったの何だったんだ。丸付けじゃないのか、精神力海竜ってことある。そんな海竜いる、いや特殊だからありえないか。ヘドバックでもいいし、水テラスハイドロポンプだったらギリギリラウドボーンラス1でここ流星外しでもいける。まあまあそっちの方がちょっと広くなりそうだから、水テラハイドロポンプにしとくか。もちろん流星当たったらどちらにせよ負けなので9割負けてるんですけど、最後までやることはやろう。試合は分からんから、ここで最後にできることやるのがまあね勝率につながりますからね。ということで対戦ありがとうございました。
いやでもシャテステロできてなかったとして、それはそれでどう勝ててたかは正直わからんな。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。今回僕が想定してきたプルベースヤードキングの並びサーフゴ1体で破綻してるの普通にあれだな、すごい相性補完いいじゃんと思って連れてきたけどめちゃくちゃ出せないなまあ逆にトリトドンとカラナクシリの並びが意外と安定感あるっていうのが僕の中でびっくりポイント。そうなんだ、まあ、トリトドンのこだわり直しとか、まあ、トリトドンがシンプルに厳しい相手に対して引く行き先が欲しいので、サーフゴ本当にトリトドンに一任する形になっちゃうけど、トロピウス、まあ、あんま通ってるポケモンではないんだけど、高校友ばかりからこだわり直しに魅力を感じて選出してしまった。クレベースの方が良かったかな。いやまあでも全然悪くない選択肢ではあったと思う。トトム、はい、これお相手の裏に悪タイプのポケモンがいないので、こういうお相手にいますねいますわ。ボルトチェンジされてもミラーコートが一応裏に通るんで、まあ、ミラーコート押したくなるんですけど、裏がブラッキーだった場合普通にボルチェン打たれただけの人になっちゃうんですよね。まあそれでもさすがにミラコか。ボルチェンメガネだよね、さすがにメガネのダメージだよね。あーいない、やったブラッキーいない、イエス、ブラッキーいない、イエス。いやこれはめちゃくちゃやりやすい、スーパーやりやすい、イエイ。でロトムでしょ、これこっちトリトドンいるんで、水技も電気技も無効ということで、対ロトム最終兵器いますんで、さっきのターン引かなくてよかった。トリトドンにやることバレてないロマンにかけてよかった。カラナクシぐらいのポケモンだとそれが通用しますね。カラナクシのやりたいことはカウンターミラコで相手のポケモンといちいち取った後、こっちのサイクルで相手の残り2体に対してサイクル勝ちしていくっていう考え方と、まあ、ステロを巻いて後ろのサイクルで相手をステロで消耗させていくっていう考え方があって、サイクルパーティーとの相性がいいなと思って先発カラナクシなんですけど、今回はまさに1体倒して有利サイクルを押し付けていくという動きが非常に強い、まあ、どうせ海流なので、はい、レートピーもしますどうせ海流なので、はいはい、ということでレートビーム、メガネレイビは痛いぜ相当に。うん、いいダメージ、メガネ4倍弱点耐えないでほしいんですけど耐えないでほしいけど、まあね、この際許せる。ハチマキでトリトドンが一撃で吹っ飛んだら負け筋だけど、後ろに引く方が負け筋濃くなりそうなので、ここは冷凍ビームかな。後ろの2体がね、2体とも別にロトムに強いポケモンじゃないので、ここで一撃吹っ飛ばされると普通に負けうる。ノーマルテラス羽があったら羽かもな、羽、はい、そういう怪獣、まあ、じゃあ鉢巻きじゃないっていうことが分かったのは、まあ、情報としてはありがたい。ここはトロピウスですね。ヤドリギ入れて、まあ、アンコールあるかどうか見て、まあ、悠々と引くかどうかみたいな、そういう動きを取ったりできる。まあ、ここはヤドリギ大安定ですね。まあ、羽ある海流でアンコール積んでないのは昨今珍しいので、まあ、アンコールあるものとして動いても良さそう。はい、羽竜舞、羽竜舞、ただノーマルテラスか、じゃああんこないな。羽竜舞なんだとしたら飛行テラスの飛行テラバワンウェポンでもう一個アンコールっていうのはあるけど、ノーマル新速アンコールはほぼありえないので、じゃあアンコール意識せずに身代わるか。新速1枚ノーマルテラス新速余裕です強トロピウス嘘でしょってくらい強いな。一枚ノーマルテラス新作これですからね、硬すぎでしょ。
裏で受けるっていうのが難しくなってきたので、まあ、TOD になったら時間切れになったらこっちが勝つよっていう圧力をかけつつ、こっちはゆっくりと時間を稼いで、まあ、TOD じゃないにしろ羽休めの PP がね、相手はだんだんなくなっていくので、さあどうすると、相手も攻撃しようとしたら、まあ、神速の PP が減っていく、もう一個は激鈴なんだとしたらね、激鈴打てないから、まあ、神速の PP も8しかないということで、お盆素晴らしい、まあ、こういうタイム、こういう場面とかね、何どの技を押すにしてもちょっとしんどいよねという、リュウマイはもう打たせたい放題打ってもらいます。アンコールがないの分かってるので、あの神速ワンウェポンでもう一個アンコールだったらもう負けなんですけど、さすがにゴーストが多すぎるこの現代でそんな怪竜は存在しないので、はい、まあ、これはトロピウス、イエイトロピウスいけたんじゃなかろうか、まあ、もちろん守る読み跳ね休めとかだと思うんですけど、こっちも、技の PP を均等に使っていった方が、こっちの PP が持つので、分かってても、こういう場面では守りをします。海竜、相当耐久に振ってるポケモンではあるので、あれですね、宿り木の回復量も非常に美味しいですね。羽の PP 使っちゃって大丈夫。結構贅沢に、ジャブジャブ使ってるけど。これはあのトロピウスが強いですねこっからは、あのカラナクションやりたかったことはこんな感じですね。あ、でもあのステロ展開だったら数的不利な状況から1体倒して TOD になっても負けないっていう展開作らないといけないんですけど、あのミラコカウンターが決まった方がリターン大きくて、数的有利取った状態で試合進めることができるので、あの TOD になったらこっちが勝つよっていう状況を作れるんですよね。だから割とこういう対面悠長に構えられる。まあ守る身代わり交互に使ってたら40ターン持つのでまあ40ターンもあったら相当暇になるわよという話でございますよ。お相手もどっかで羽休めとか挟みながら、まあ、攻撃して勝つならね、リングとしてはそういう行動を取らないといけないので、例えばこっちの収穫が一生発動しないとかだったら、まあ、ギリ押し切れる可能性はあるけど、途中で羽休めとか押さないと体力が持たないから、そういう弾を挟むとより収穫が間に合いやすいということで、まあ、基本的にトロピオさんはもう無限に倒れないですね、こういう怪獣に対しては。ごめんなさい、40ターンじゃなくて32ターンですねPP20 じゃないね、16だ。はい、まあ跳ね休み分かってても問題ないです。これ変に羽休め読みで他の行動とかもうすることがないのでまあ本当にもうワンパターンでいいですね、こういう場面では。今作なんか残り時間あと何分っていう、まあ、3分とか2分とかで60秒からのカウントダウンとかあるじゃないですか。あれがその表示されないっていう不具合、まあ、多分不具合だと思うんですけどがありますので、すでにもうカウントに入っててもおかしくないなというぐらいの頃合いなんですが、カウントが見えません。もしかしたらまだ残り3分になっていないという可能性もあるんですが、そこが見えないのでちょっと不安になりつつ、まあでももう羽休めの PP お相手ほぼ8使ったかな。
僕のなんか本当はちゃんと数えろって話なんですけど、体感まだ7ぐらいしか使ってない気がするんですけど、あ、そうですよね、まだあるよね。まあにしても、はい。あと海竜が宿り木で倒れきるぐらいの PP は十分にあるので、まあ、大丈夫だとは思う。あんまり動画では意図的に時間使うことはしないけど、 TOD じゃないと勝てないっていう場面ではしっかりと時間を使うこともご容赦ください。まあ、これポケモンに限らずもう本当に何でも言えることなんですけど、自分が時間切れになったら勝つっていう状況だとすっごい試合長く感じますよね。もう終わっていいでしょみたいなまだ終わんないのみたいなこう感覚になりますね。サッカーとかでももうこのまま時間切れになってくれたら勝つからって時すごい長いよね。あ、今やったあと3分出ました。あ、意外と意外と僕の体感ずれてるな。まあ、でも自分の持ち時間があと2分半ぐらいあるので、まあ勝ち確ではあります。ランクバトルなのでここはさすがに時間切れ狙いますね。おお、この土壇場で海竜引っ込めた。はい、まさかのまさかのここでロトム。いや、もっと早くやってもよかったんじゃないかと敵ながらに思ってしまいますが、これもっと早くされてたらどうしたかっていうと、守るでどの技でこだわるかを見てました。はい、ボルトチェンジとかね、トロピウスが打たれて、まあ、まずいなっていう技は後ろに引くとかでもよかった。まあ、っていうか10万ボルトとかだったら引くけど、ボルトチェンジだったら結局チェンジした先の回路にもう一回宿り木が当たるので、まあ、身代わり盾にもう一回宿り木するみたいな、そういうのでもよかった。全然え、あれ試合時間ゼロになった瞬間、あれ技選択画面消えた。ちょ、どういうこと、ちょっと怖い。いや、なんか僕が意味のない遅延行為をしてるみたいになってる。いや、何も押せないです。どのボタンを押しても効かない。まあでも一応これで勝ったことになった。大変ありがとうございました。なんか僕ちなみになんですけど、あの対戦中にその状況確認みたいな、あの Y ボタンでできるじゃないですか。あれやった時になんか今みたいな感じでコマンドが押せなくなるバグが発生したことがあって、え、やばい、何も押せないって思ってたら、そのエラーが発生したのでゲームを終了しますっていう表示が出て、ランクバトル中にゲームがエラー落ちしたことあるんですよね。あの完全な勝ち確試合だったんで、勝ち試合をエラーで負けにしたという非常にもったいないのがシーズン1にあったんですけど、そういうのがあるんで、ちょっと今のはあの同じのを感じて今一瞬背筋がヒヤッとなりました。あの時間切れにエラーになる前に時間切れになってくれてよかったです。もしかしたらなんか時間切れになった瞬間みんな怒ってることなのかもしれんが、いやそんなことないよな多分。はい、ということで今回のぶっちゃけ感想のコーナーです。今回は2勝3敗でした。まあ、一応あのショートの動画では強かったという方に投稿していただいたんですけど、僕の今回のカラナクシの評価は星5段階評価中の1 そう、いや相当厳しいな。環境的なのもあるけど、パーティーに絶対まあ何かしら身代わりアンコール挑発などなどカラナクシがされて辛いことをてんこ盛りだったので、お相手がカラナクシが何してくるか分かんなくてもとりあえず突っ込んじゃえっていうことをしてもらえて初めて、まあ、あの試合が有利に働くぐらいだったので、こっちが勝てるかどうかは相手が知ってるかどうかに委ねてしまうっていう試合になるんですよね。僕は基本的にそういう方があるのは知ってるけど、他の方もあるから、他の方警戒しせざるを得ないから、まあ、読めなくもないんだけど警戒できないみたいな、そういうポケモンは強いと思うんですけど、もうなんか強い方がある程度もう1個しかなくて、もうそれ知ってたら対策できるみたいなのはあの低く評価する性格なので、僕はたとえ知名度がそんなに高くない、やることがバレてないにしても、そこが相手依存になるというのは僕はあまり好まないので、まあ、そういう自分の主観も含めて星1かな。まあ、投稿者さんがシーズン1の序盤とかね、カラナクシって何してくんのっていう人が
たくさんいるっていうシーズンで使ったのかもしれない。まあ、というか今投稿してくれてんだから、まあそういう人がほとんどだよな。から、まあそういう環境下では、うん、まあ結構通りが良かった可能性はありますね。とはいえ、まあ上位で通用するポケモンではなかったと。まあ、ましては僕上位じゃないですけど、試合によってはバレてたかなという印象があります。まあ、バレてなくても普通にやることがバレた時点で、はい、アンコール、はい、炎の渦、はい、罪の起点、みたいな感じで、いくらでも相手に自由にね、行動させる隙を作るので、まあ、今の環境では無理です。はい。まあ、正面から打ち合ってくれるポケモンが多いような環境だと、より、強いポケモンかなという印象でした。まあ、多分、今の環境よりさらにカラナクシが弱くなる環境は、まあ、逆に言えばそんなにないかもね。で、こういうね、視聴者さんのいただいたショートを紹介させていただいて、それを動画で使わせていただくっていうシリーズで毎回言うことなんですけど、例えば強かったっていうポケモンが弱かったり、弱かったっていうポケモンが強かったりっていう、その、実際に使ってみた時の、その、投稿とのねじれみたいなのがあるんですけど、もうこれ当たり前ですから。使う環境も、まあその人と自分のランク帯の違いも、まあ、使うパーティーも、その人のプレイングの癖も、もう何もかもが違いますから、まあもちろん相手とのマッチング運もね、そういうの全部試した上で強い弱いって決まるので、僕の強かった弱かったショートはもうクイズ形式がね非常に好評なのでそうしてはいるんですけど、強かった弱かったはあくまで、まあ、一つのたった一人のケースの検証結果の発表であって、それは試す人によってどうとでも変わるということは覚えておいてください。まあ、なんで一つのエンタメというか、ちょっと僕の喋り方の癖がなんて言うんだろう、ちょっとお堅い感じだから情報番組的なこうニュアンスを与えてしまってる可能性があって、そこはちょっと僕にも改善点があるんだけど、そのもっとねエンタメ動画ですよっていうのを喋り方からも伝えた方が本当はいいんだろうな。まあ、お昼ぐらいの時間帯とかにやってるちょっとチョケ気味の情報番組ぐらいまあちょっとなんかチョケ気味のニュース番組とかあるじゃないですか。なんかああいう感覚で見てもらえると嬉しいなというふうに思います。あとこれケンタテの時にも言ったことがあるんですけど、スカーレット・バイオレットにもなって、あと新しくね僕の動画を見てくださる方がいると思うので改めて説明しておくと、投稿する際にあなたの順位帯を書いてくださいっていうことは僕絶対はい、やりません。というのも僕はチャンネル的に初心者の方とかライト層の方がポケモン始めるきっかけとかハマるきっかけになってくれたらいいなっていうのを、まあ僕どこまでも一番大事だと思ってやってるので、そういう方たちに対して、はい、あなたの順位帯ないですか今って、その毎回聞かれたら、そのすごく始めたばっかりの身としてはすごい息苦しいというか、まあそもそも投稿できないじゃないですか、そんなことね絶対書けって言われたら。僕はあれ自分のショートへの投稿フォームとしてももちろん使わせていただいてるんですけど、ある種そのカジュアル勢の方もこんなポケモン作ってこんな成功体験をしたんだっていうのをこうお互い共有し合うみたいなことから、そのポケモンにハマってもらえるんじゃないかっていう、こんなポケモン考えたんだけどどうっていう、そのポケモンの話題でのユーザー間の、まあ、交流の仕方とか、まあ、実際にコメントの返信があるないにしろ、やっぱそういういろんな人の書き込みがある場に書き込むっていうことが一つの交流みたいなもんだと思うんですけど、それってなんかめっちゃ楽しくないですか。僕は少なくともポケモン始めたばっかの頃、こんな方作ったんだよねっていうのを友達に自慢するのすごい好きだったんですよね。でそっからポケモンにハマってった節があるので、それに似た場所が僕は欲しいなと。結果それが上位帯で通用しないポケモンだったとしても大丈夫、上位帯の人は見極められます、それが強いか弱いかって。し、まあもっと言ってしまえば、どのランク帯でどんな環境で使っても絶対に弱いポケモンってあんまないんですよ。ま、稀にいるけど。逆にどのランク帯で誰が使っても絶対に強いポケモンっていうのも ほぼいないんですよね。ランク1位取ったパーティーとかでもメタが回ってそういうパーティーが対策されることで今使うと弱いみたいな、レンタルパーティー使ったらあれ1位のパーティーのはずなのに勝てないみたいなことが、まあ、当たり前に起きるんですよ、このゲームって。ので強かった弱かったはそもそももう一定の評価ではない、とどまれるものではないっていう意味で、じゃあ今の自分のランク帯と今あなたが僕の動画を見てる時間軸と、で今あなたが使ってるパーティーとあなたのプレイスタイルとみたいなのを全部鑑みた上で、これ自分に合ってるかもなっていうものをこうピックして選んでほしいなっていう、そういう情報の種として僕は動画とかショートは作っていきたいなというふうに思ってるので、強かったからといってへえ強いんだ、弱かったからといってへえ弱いんだってこう鵜呑みにできる内容じゃないということは覚えておいてください。丸呑みせず、あなたの解釈で噛み砕いて自分のものにしていっていただけたら嬉しいなというふうに思います。まあ、もっと言っちゃえば、誰がいつ使っても強いポケモンって、それマイナーポケモンとかマイナーな刀はわけがないのでもう絶対そんなことありえないので、鵜呑みにして使って強いポケモンっていうのは僕のコミュニティには存在しません。はい、ということは覚えていてください。ユーバイアンコール海流が強いですみたいなんだったらね、まあそらそうやろってなりますからね。まあ、ということでちょっと長くなっちゃったんだけど、まあ、僕がカラナクシを今回星1にしたのもあくまで僕の今の状況に限りますということでございます。
まあ、言うたらもうほんと僕の動画に限らずポケモンの YouTube 全体、なんならポケモンの YouTube に限らず全ての情報全体に言えることですけど、自分にとってそれが当てはまるか有用かどうかっていうのは考えた上で見ていただけるというのではないかということは皆さんにお伝えしておきます。はい、ということでいつも後語り長々とやるんですけど、今のが実質の後語りだったので今回は後語りはせずに終わりたいと思います。すいません、なんか言い方強くなったりしてなかった？大丈夫？なんか結構僕が常々思ってることなんで、僕がその思ってる期間が長いからちょっとその熱が入っちゃったんだけど、すごい圧があるように聞こえて、うってなった人がいたらごめんね。もちろんそういう意図はないし、人の数だけポケモンの遊び方が違うので、まあどういう遊び方の人でも僕の動画をうまく使ってほしいなっていうか、まあうまくその楽しかったと思うために使ってほしいなという思いが強くて、まあ、それをお話しさせていただいた次第です。結局役に立ったか立ってないかとか、当てはまったか当てはまってないかっていうのは別にして、まあ、皆さんのそれぞれの状況でそれぞれの楽しみ方をしてもらえたらいいんです。話全く聞いてなくて作業用 BGM にしてもいいんです。もちろん参考にしてもらうのも嬉しいですけど、人間のプレイングここが下手だなと思って反面教師にしてもらってもいいんです。まあ皆さんにとってね、僕の動画が本当に何でもいいので何かしらプラスになってくれることを祈っていますという後語りでございました。なんか真面目な話しちゃったから、人間が遅刻魔すぎて人間性終わってるっていう話をしようと思ってたんだけど、まあそれは長くなっちゃったのでまたいつかにしたいと思います。 Twitter にここ最近で一番自分でも遅刻ますぎてひどいなと思ったLINE のスクショとかをツイートしたんで、まあ、興味ある方は覗いてみてください。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。お相手は人間でした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。